はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。なんかね、ジャパンカップをなんか適当に進めてたら、なんとね、はい、PK 戦まで行きました。相手は N1 の鹿児島だったかな、確か。はい、じゃあ、ってことで、とりあえずね、PK 戦だけ動画撮ります。で、今4対4だったんだよね。とりあえずゴールキーパーフルスは育ててるんで、まあ、一発目蹴らせるか。まあ、あとはまあ正直適当でいいね。前のね、女子選手縛りの時は全然 PK が出なかったんで、今作、まあ、今回のデータではどうなるのかっていうのちょっと気になるね。先行です。キーパーフルスどうなるのか。止められると。まあ、別にね、正直止められてもそんなね、悔しくない。負けてて普通だからね、これ。お、ちゃんと止められた分止めましたね。次、小松。密かにね、この育てていた小松、結構育ってきたね。お、素晴らしい。ちゃんと決めました。これみんな左利きなのがやっぱなんか面白いね。4対4ってすごくない？この鹿児島相手に。止めた。強えぞ。マジか。キーパーが帰ってる。富田こう決めるわ。オッケー。ちゃんと決めると。よ、もうワンチャンある、これ。相手、石崎。ワンチャンこれ飛べんじゃん。いや、さすがにそれはないか。4回目。キッカー引きま。3000万しないね、この人。普通に高かった。オッケー、いいよ、決めた。ちなみにね、あの選手はね、もう育ててるんだよね、一応。フォワードの選手を結構育ててます、今。飛べた、お、なんと。ジャイアントキリングを起こしました。やった。どうせ、どうしちゃった？マジで言ってる？はい、相手 N1 だけども、ちゃんと対等に戦えてんだよね。13だったから無理かなと思ったんだけど。小松をね、育てたんですよ。小松と、まあ一応ちょっと喋るか、後で、この試合後。いや、おい、マジか、小松怪我しちゃった。マジか、PK 怪我しながら蹴ったんだね。マチュスが惜しまれかったってことで、まあ次、大立ペンタゴンすんだね。まあ、さすがに、強いわ。勝てれば上がんだね。で、そう、支持率見て、これ。黄色マークになっちゃったんだよ。ワンチャンね、解任もあったんで、ここで勝てたら非常にでかいね。で、一応今のところね、G も確認していこうと思う。日本代表もいるわけもなくね。今のね、ステップリーグの順位表はこんな感じです。はい。5位。まあ、仕方ないね、正直。5、うん、去年が3位だったらしいんだけど、今年また5位と。まあ理由としては、このね、黒岩、この清い化させてる、こうだな。ここね、今ベンチにいるこのタムライダーの選手を育ててたんだよ。いや、そう、違うわ。今このセンターバックの郡山、西川、引間と、あとこの豆塚、小松、黒岩を育ててて、はい。で、他のね、全く育ててない選手を出してたら、はい、負けまくりました って感じですね。でも、黒曜とかね、もう結構強いんで、ちょっとこれもテクニック上げちゃいたいな。ジャンプも上がるんだよな、ね、もうすぐ。もうジャンプ S にしちゃうか。空中戦のスペシャリストでも。はい、これも S になるか、これ。お、ジャンプ S になったね。あとテクニック B にして、メンタル B にしても、完璧の、まあ、完璧じゃないけど、S、ステップリーグでは結構ただ強い選手になるんじゃないかな。で、まあ、あと小松、豆塚。で、来年ちょっと昇格目指すか迷うんだけど、どうした方がいいですかね。ちょ、中盤の選手がまだ全然育ってないんですよ。だから中盤を育てながら戦っていく感じにするか、まあまだもう1年来年もステップリーグで頑張るかっていう、結構2択に迫られてるんですけど、まあここはおいおい、やっていこうと思います。とりあえずこんな感じかな。あとこのゴールキーパー、フルセのこのタイプストライカーをどうにかしてなくしたい。そのぐらいですかね。あと一応ここにやも。はい。まだね、この選手もね、ジャンプ A で、ポテンシャルまだ上がりきってないので、今後に期待ですね。これ西川ちゃん下がっちゃってんだけど、まあ、テクニックは B にしたいぐらいかな。はい。引きま、今、この選手結構育てたいんだけどね、まあ、育ててる途中か。はい。育ててます。で、まあ、ジャンプとフィジカルとりあえず上げたいかなって感じかな。あと、まあ、スピード。サイドバックに使うなら、まあそんな感じですかね。はい、じゃあ一応今のところ何年目だ？
5年目の近況報告&ジャパンカップなぜか勝っちゃったよっていう報告でした。はい、ご視聴ありがとうございました。